司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。相続で揉める原因の一つとして、その短期間に相続のまあ問題を解決しようとしたということが考えられます。例えば亡くなる直前に養子縁組をする、まあ養子が一人増えると相続人が一人増えるということになるので相続税対策にまあ現実的になります。しかし亡くなる例えば1日2日前とかに直前にそんな養子縁組とかをしてしまうと、逆に他の子供たちから文句が出ます。結局それがまあ相続の揉め事の火種になってしまうということになります。で、そうですね、あとまたそのこう預貯金とかを例えばもう万が一お亡くなりになりそうな時に全部ガーってこう下ろしておけば税務署にはバレないとか、そのそういうこう噂話に翻弄されて、でなんか対策だと思ってしてしまったばっかりに税務署にはまあしっかり分かってしまい相続税を たくさん払う羽目になったというケースも考えられます。まあ、詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。